質問ありがとうございます。今日はじゃーん、3ヶ月前に作ったプラムシュの方が完成しました。今日は飲んでみたいと思います。すごい楽しみにしてたのでごめんなさい。今入れます。なんか豪快な入れ方をしちゃういけない。Good evening from Japan. The plum liqueur I made 3 months ago has been complete. I would like to taste it from now on. じゃん。なんか入れるスプーンを用意しとけばよかった。豪快に入れてしまいました。わーん、とってもいい香り。やっぱフルーティーな、なんかいい香りがしてます。あとブランデーで割ったあれもあるのかな。とっても香りがいいです。ではでは、いただきます。チアース。これごめんなさい、私のお気に入りのグラスです。綺麗ですよね。いただきます。わー、おいしい。なんかプラムと梅って似たような感じかなと思ってたら、プラムの方がなんかすごく深みがしっかりあるというか、うん、おいしいです。うん、ベリーフラグラント and very beautiful color. Very deliciousうん、おいしい。でもストレートで飲んでるから酔っ払っちゃいそう。ね、だんだん年取ってこの晩酌も季節の、果物を使っていろいろ作るようになりました。なんか美容とか健康にもよくって、あとお酒好きの私も楽しめて一石二鳥って感じなので、皆さんも季節ごとのフルーツでお酒作るっていうのも楽しいので、ぜひぜひ簡単なので作ってみてください。結構プラム酒美味しいです。癖になりそう。梅酒よりいいかな。私プラム酒大好きね。ブランデーで割りました。皆さんもぜひ試してみてください。今日もありがとうございました。 Thank you so much. Have a good day. Thank you. See you. Bye bye. 飲んじゃう。